明治時代、それは日本人が新しい生き方を探した時代でした。武士の世の中から文明開化の時代へ、急速な近代化の中で人々は未来に自由と希望を感じ取りました。その一方で社会の激変は人々を混乱させます。外国との戦争、産業革命、それは社会不安と近代化の矛盾を人々に突きつけたのです。その時、日本人の新しい生き方を見出そうと筆とペンを武器に格闘した人々がいました。俳人正岡子規、自由民権運動の洗礼を受け立身出世を夢見た子規は、やがて不治の病に倒れ、死の床から日本語の近代化に挑戦します。子規は人々に文章を書くことで何気ない暮らしの中に価値を見出す新しい生き方を訴えたのです。脱亜入欧、西洋に追いつくことに日本中が躍起になった明治時代、英語研究のためロンドンに派遣されたのが夏目漱石でした。しかし、ロンドンで西洋の文化を吸収するだけの近代化に疑問を持った漱石は、絶望の中から人間としていかに生きるべきか、文学による探求を始めます。明治の世に禁断の恋を歌い上げた情熱の歌人、与謝野晶子。当時まだまだ封建的なしきたりに縛られていた女性たち、晶子は自ら妻として母として働く女性として苦悩する中、やがて女性の自立を訴え立ち上がるのです。その時歴史が動いた。今日は激動の明治時代、近代日本人の新しい生き方を求めて苦闘した3人の文豪たちが、それぞれの生き方革命を成し遂げるその瞬間に迫ります。こんばんは、皆さん、増田彩です。その時歴史が動いた。今夜のタイトルは、そして近代日本人が誕生したといたしました。この近代の日本人が誕生というと、その背景は、舞台は当然明治時代となるわけですが、この明治という時代は日本人が新しい生き方を探した時代でございました。その日本人としての新しい生き方を見つけようということで、ペンを頼りにですね、格闘したのが今日の主人公です。3人います。まあ、主人公が3人というのも妙な言い方で恐縮ですけれども、正岡子規と夏目漱石と与謝野晶子、この3人ですね。なぜこの3人なのかということから今日はまず説明をしたいというふうに思いますけれども、子規と漱石は同い年なんですね。慶応3年生まれで、この慶応3年という年はその年の秋、10月14日に徳川慶喜 の大政奉還という大変大きな出来事がございました。そしてその翌年に江戸時代は終わるんですね。そういう時代でございました。それから与謝野晶子はこの2人よりは10年ほど遅れておりまして、明治11年生まれということでございます。でこの前の年、明治10年に西南戦争が終わっている、つまり西郷隆盛が鹿児島城山で自刃して果てたんでございますけれども、要するに刀の時代の終わり、侍の時代の終わりということを言えるかもしれない。つまり江戸時代が終わり、刀の時代が終わる、そして新しい時代が将来する、この時に3人がこのように生を受けたと。これが第一でございます。で、2番目にですね、この3人はですね、この日本が文明開化、あるいは富国強兵という働きのもとにですね、近代化を大いに進めていた時代、この時代がこの3人の多感な青春時代とオーバーラップする。これが2番目ですね。そしてさらに言えばですね、日本が列強の仲間入りをする日清日露戦争時代、この3人は文学者として名乗りを上げるわけでございます。こうしたこの三者三様の生き方革命といいますか、日本人の新しい生き方について今日これからお伝えしてまいりますけれども、まずは子規からまいりましょう。俳人正岡子規が見つけた新しい日本人の生き方というのは一体どういうものであったのか。子規が西雲の志を持ってですね、立身出世を願って松山から東京へ出てくる、この若き日の
式の姿から今日は番組を始めたいと考えます。明治維新、260年続いた江戸幕府が倒れ、武士の時代は終わりました。やがて明治政府が進める近代国家建設に加わろうと、各地から若者たちが立身出世を夢見て東京を目指しました。正岡子規もその一人でした。四国松山藩の士族の家に生まれた子規は、明治17年、エリートへの近道である帝国大学予備門、後の東京大学に入学します。今すべての人たちが競って功名を手に入れようとしています。私もまたこの一大競技場に入り、天下万人と先を争いたいのです。しかし子規の夢は破れます。明治22年5月、子規は突然血を吐きました。結核、当時不治の病でした。1週間も続く白血に、子規は自分の余命をあと10年と見定めます。正岡子規、23歳。しかしこの病は、子規が立身出世を諦め文学の道を志す転機となりました。政治家というものは40歳を超えなければ天下を動かすことはできない。朝夕の命も定まらない身で、どうして40歳を待つことができようか。しかし文学はそうではない。40歳を待たず、30歳を待たず。この頃文学界では、まだ20代の坪内逍遥や二葉亭四迷が人気を博していました。彼らは江戸時代以来の古くいかめしい日本語では近代を生きる人間を表現できないとして、話し言葉をもとにした新しい小説を発表していたのです。子規もまた近代にふさわしい新しい日本語を作り出すために、残りの命を文学に捧げることを決意します。明治25年、子規は大学を辞め新聞社に入社、文芸欄を担当します。最初に取り組んだのは、子規がかねてから親しんでいた俳句の革新でした。当時俳句は伝統的な季語や決まり文句を組み合わせた形式的なものでした。子規はこうした旧態依然とした俳句を閉句凡調、月並みと厳しく批判。近代的で個性ある表現を求めて、新聞紙上で広く俳句を募集し始めます。明治27年8月、日清戦争が勃発。近代国家を目指す日本が初めて体験する大規模な外国との戦争に、国民は一丸となりました。子規も従軍記者として戦場の取材を志願します。従軍記者となり、筆の力で国民の士気を鼓舞したい。この時子規は俳句の革新よりも国家の大事、戦争に関わることを自らの使命と考えたのです。しかし中国の戦場への過酷な旅は子規の病を悪化させます。国民の一人として国家の大事に関わりたいという子規の思いは、またも病によって打ち砕かれたのです。そんな子規をよそに、日清戦争によって人々は愛国心を鼓舞され、国民としての団結を高めていきました。
国民が一致団結するため統一された日本語を作ろうとする声が上がります。言語学者たちは標準語を作り、日本語を近代化しようと主張したのです。こうした国家単位の日本語の革新が語られる中、従軍記者の夢破れ病が悪化した四季は、たった一人病床で新しい日本語を見つけようと苦闘していました。病床六尺、これが我が世界である。しかもこの六尺の病床が世には広すぎるのである。わずか一畳の活路を城のうちに求める。間近な死を覚悟した四季、その四季が見つめたのは病床から見える小さな庭の情景でした。草、花、虫、風、日差し、見慣れていたはずの庭は刻々と二度とない一瞬の姿を見せていました。他の誰でもない自分だけの目で見つめた庭、これを言葉で捉えられれば、すべての人が自分の世界を表現できる新しい日本語が誕生する。四季は筆を取りました。我に二十坪の荘園あり、桔梗なでしこは実となり、朝顔は花のやや少なくなりし、8月の末より待ちに待ちし萩は一つ二つほころび染めたり、ハゲ糸は少し傾きしばかりなり、痩せてよろよろとしながらなお燃ゆるがごとき紅、しだれて糸美し。四季が見たままに庭を描写した荘園の木、この文章は読む者に四季の眼差し、四季の感性、四季の体験する時間をまざまざと感じさせる画期的なものでした。四季は描写で書いた文章を写生文と名付けます。そしてそれは誰もが自分の目で捉えた世界を表現できる新しい日本語であると確信したのです。その時、明治33年7月30日、四季は発行していた雑誌ホトトギスで写生文で綴った日記を広く募集します。ルールは一つ、自分の身の回りで起こった出来事を自分の目で見つめ書くこと。この四季の呼びかけに応えたのは、近代化が進む中でそれぞれの仕事をし、つつましい生活を送るごく普通の人々でした。通勤日記、9月11日8時前5分学校に着く。今日出席の生徒の少なきは昨日より徴収し始めたる授業料を納める。牛舎の日記、13日牛舎で常と変わった叫び声がする。どれか子を産み上がったなと思うていると、母牛はしきりに振り返ってこの方を見ては泣いている。田植え日記、6月8日、町は年が16で、今年初めての一人役に出たので田植えが下手にあろうと自分で心配するが、四季が淵の病のとこから生み出した新しい日本語の表現写生文は、国民の一人一人に誰のものでもない自分の生き方があるという事実を静かに語りかけるものでした。四季がホトトギスでですね、写生文による日記を公募した、
これが明治33年19世紀のどん詰まりですね。西暦1900年のことでございました。まあ、当時日本は日清戦争の後でですね、例えば新聞にはその国家であるとかあるいは大義であるとかというこうですね公の言葉があふれておりました。まあ、そんな中で子規が提唱した写生文、まあ、これは文字を綴ることによって自分だけの言葉を自分だけの生き方を発見してくださいという、まあ、極めて重大な問題提起だったわけでございます。まあ、子規がこのように写生文の日記を公募した1900年、同じ年に子規の友人がイギリスロンドンに飛びます。夏目漱石であります。しかし彼は彼の地ロンドンでやがて悩むようになるんですね。まあ、当時今ひたすらその西洋の文化を吸収しようとしていた日本でありますけれども、その西洋の文化といってもその外側だけのですねスタイルだけを吸収するだけの近代化に大いに疑問を持つことになるのです。そして漱石はですね、彼もまた新しい日本人の生き方ということを探し始めるのでございます。明治28年、日清戦争でアジアの大国清に勝利した日本は、欧米の列強と肩を並べようとさらなる近代化を目指していました。政府は全国から春才をよりすぐり、次々に欧米に留学させます。彼らには西洋の進んだ文化や技術を吸収し、日本に持ち帰るという使命が負わされていました。34歳の夏目漱石もその一人でした。英語学の習得を命ぜられた漱石は明治33年10月ロンドンに渡ります。当時ロンドンは世界で最初に産業革命を成し遂げた大英帝国の首都として繁栄を極めていました。しかしイギリスに到着して1年余り経った明治34年秋、漱石は大学に通うことも個人教授を受けることもやめ、一人下宿に閉じこもり悩み始めます。日本人である自分に本当に西洋文化が理解できるのか。漱石は自分を例えてこう記しています。白いシャツに落ちた一滴の墨。日本は30年前に冷めたりという、しかれども反証の声で急に飛び起きたるなり、狼狽しつつあるなり、ただ西洋から吸収するに急にして消化するにいとまなきなり、日本は真に目が覚めねばダメだ。日本は維新以来ひたすら西洋文明を崇拝し吸収することに躍起となっている。しかしただ西洋を真似るだけでは日本は真の近代国家となることはできない。このことにロンドンで気づかされた漱石。しかし漱石自身が日本の近代化の先兵として派遣された留学生でした。この矛盾が漱石を悩ませていたのです。漱石はやがて神経衰弱に陥ります。ロンドンに到着して2年余り、漱石は使命を果たせぬまま日本に呼び戻されました。帰国した漱石は東京帝国大学の英語の講師に就任します。しかしこのエリートとしての待遇も漱石には重荷でした。教育者という素因の私に欠乏していることは初めから知っていました。私は始終隙があったら自分の本領へ飛び移ろうとのみ思っていたのですが、さてその本領というのがあるようでないようで、どこを向いても思い切ってやっと飛び移れないのです。明治37年2月、日露戦争が始まりました。
この初めての西洋の大国ロシアとの戦争には明治政府がシャニムに進めてきた富国強兵の成果が問われていました。戦争が続く明治37年の秋、一人の文学者が漱石を訪ねてきました。俳人の高浜虚子です。虚子は漱石に写生文の技法で文章を書くことを勧めます。神経衰弱で沈鬱になりがちな思いをありのままに書いて吐き出せば気晴らしになるというのです。乗り気になった漱石は自分をモデルにした英語教師の日常を日記の形式で、しかも猫の目を通して書くことを思い立ちます。明治38年1月、日露戦争の最中、漱石の小説我が輩は猫であるが文芸誌ホトトギスに発表されました。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。それでも主人に言わせると教師ほど辛いものはないそうで、彼は友達が来るたびになんとかかんとか不平を鳴らしている。出版された我が輩は猫であるはベストセラーとなりました。身近な権威の象徴教師の日常をユーモア混じりに皮肉ったこの小説が売れた背景には当時の人々の不満がありました。戦争のためにさまざまな犠牲を強いられた上に、働き手の若者たちが最前線に送られ、多くの戦死者が出ていたのです。当時密かに流行った歌です。名誉名誉とおだてあげ、大臣せがれむざむざと、筒の餌食に誰がした、元のせがれにして返せ、とことっとっとっとと。戦争で命を失うのは大臣や大将ではなく、いつも民衆だと歌うラッパ節。人々が戦争の中で国や権威に疑問を持ち始めたこの頃、我が輩は猫であるは熱狂的に支持されたのです。この漱石の人気に新聞社が目をつけます。日露戦争の戦況報告で部数を増やしていた新聞各社は、終戦後紙面の新たな目玉として新聞小説に力を入れていました。明治40年、漱石は新聞社から専属作家にならないかという申し出を受けます。しかし漱石は即答できませんでした。この時漱石には東京帝国大学の教授のポストが用意されていたのです。名誉ある最高学府の教授の職は高収入で安定したものでした。一方作家は明日の保証のない仕事でした。漱石は悩みます。大学では4年間講義をした。食えなければいつまでもかじりつき、しがみつき、死んでも離れないつもりであった。しかし近来の漱石は何か書かないと生きている気がしないのである。その時、明治40年3月25日月曜日、漱石は東京帝国大学総長宛に辞職願いを提出します。漱石が小説家の道を選んだ瞬間でした。
他人のためではなく自分のために生きることを決断した漱石。その時の思いを漱石は後にこう語っています。私が文学を職業とするのは己のためにする結果が偶然人のためになって、人の気に入った分だけの報酬が物質的に自分に反響してきたのだと見るのが本当だろうと思います。もしこれが天から人のためばかりの職業であって、根本的に己を曲げて存在しなければならない場合には、私は断然文学をやめなければならないかもしれん。その後漱石は三四郎、心、それからなど名作の数々を発表していきます。漱石の小説は人間の内面を赤裸々に描き出すことで、自分らしく個人として生きるという近代日本人の新たな生き方を示したんです。漱石が東京帝国大学にこの辞表を出してですね、職業作家として歩き始めた頃、明治40年、これは日露戦争が終わって2年ぐらいですね、まだ日本には戦勝気分がありました。で、富国強兵の中の工業化が進む中でですね、漁村や農村から新しい職を求めて都会へと人が移動してまいりました。当時その農村や漁村というのは大体そこに住んでいますと顔を合わせる人は顔見知りでございますし、仕事もほとんど同じという、いわば共同社会というのがですね、共同体社会というのがあったわけですけれども、一旦それが都会に出てきますと会う人はみんな顔見知りじゃない、それから職業も全然違うという、ですから明治という時代は都会の中の孤立といいますかね、孤独な心とそれから不安を抱えていく時代であったということも言えるのかもしれません。それゆえにこそ、その自分の内面の不安を赤裸々に表した漱石の小説がですね、多くの人々に支持されたのかもしれません。さて、こうして漱石が職業作家として歩み始めた明治40年代ですね、この頃は工業化とともに女性の社会進出が始まる時代でもございました。とはいえ女性はですね、家庭内でも社会の中でもですね、不当にこの低く不自由な身でございました。そんな女性のために発言をした人がいた。それが情熱の歌人、与謝野晶子でございました。日露戦争が始まって半年余り経った明治37年9月、一編の詩が大きな物議を醸します。文芸誌明星に掲載された君死にたもうことなかれ。歌人与謝野晶子が出征する弟に向けて書いた詩でした。ああ弟よ、君を泣く、君死にたもうことなかれ。末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて20島でを育てしや。発表されるや否や、この詩は激しい非難の的となりました。まさに国家が一丸となって戦いに臨むべきこの時に、戦場で死ぬな、人殺しになるなとは、乱心俗死、罪人の言である。晶子はすぐに反論します。女というものは誰でも戦争が嫌いです。当節のように死ねよ死ねよと言い、また何事も忠臣愛国や教育勅語を持ち出して論じることの流行こそ危険思想ではないかと考えます。歌は歌です。誠の心を歌わぬ歌に何の値打ちがあるでしょう。
歌人与謝野晶子が登場したのはこの論争の3年前。その時も晶子は世間に衝撃を与えました。明治34年23歳の時に出版された第一歌集乱れ髪。そこで晶子は当時妻子のあった歌人与謝野鉄幹に対する激しい恋心を大胆に歌い上げています。やわ肌の熱き血潮に触れもを見て寂しからずや道を解く君。乱れ髪はベストセラーになる一方で、女性の心情を赤裸々に表現する晶子の歌は不道徳であると非難を浴びたのです。明治後半になっても多くの女性は江戸時代以来の封建的な慣習に縛られていました。女性は家庭で夫を支え子供を産み育てることが本分であると言われていたのです。さらに法律も女性に制約を課していました。明治33年に制定された治安警察法では女性の政治活動はおろか集会に参加することも禁じていました。こうした女性への不当な扱いに対して晶子は果敢に発言を続けていました。国家が大切だの、学問がどうの、戦争がどうのと申しましても、女が人間を産むというこの大役に勝るものはなかろうと存じます。子を産むから汚らわしい、戦に出るから尊いというような偏派な考えを男も女も持たぬようにいたしたいと存じます。しかし明治41年夫与謝野鉄幹が主催する文芸誌が廃刊になると状況は一変します。失業した夫に代わり晶子は5人の子供を抱えながら経済的にも一家を支えなければならなくなったのです。明治43年、生活苦にあえいでいた晶子は生まれたばかりの6人目の女の子を里子に出します。それは母の尊さを説いていた晶子にとって身を切るような辛い決断でした。さらにこの頃生活に困った晶子は自作の歌を100首屏風に書き写しては売り、多くの雑誌に雑文を書くという日々を続けていました。妻として母として、そして文学者として思うように生きられない自分に晶子は焦りを感じ始めていました。そんなある日、明治44年6月、原稿を依頼したいと若い女性が晶子を訪れました。平塚雷鳥、当時25歳。雷鳥はこの時女性を封建的な束縛から解放することを主張する新しい雑誌を女性だけの手で創刊しようと考えていました。ぜひ創刊号に原稿を寄稿してほしいという雷鳥に晶子はなぜか首を縦に振りません。晶子は女性として文章で主張したようには生きられない自分の現実を見つめていました。そんな私に女性たちの自立を訴える資格があるのか、晶子は悩みます。この頃日露戦争の影響で工業化が進み、不足する労働力を補うために大勢の女性が工場で働くようになっていました。こうした女性たちの労働条件は男性よりも低賃金で過酷なものでした。晶子は考えます。妻として
母として、働く女性として、今日も多くの女性が私と同じ苦しみの中に生きている。若い雷鳥たちが女性のために声を上げようとしている今、同じ苦しみを生きる私が沈黙していてよいのか。雷鳥の原稿依頼を受けることを躊躇していた明子は、この時ついに筆を取りました。明治44年9月1日、女性だけで作られた雑誌「青鞜」が創刊されました。明子が寄せた詩がその巻頭を飾りました。山の動く日来たる、各家ども人我を信ぜじ、山はしばらく眠りしのみ、その昔において山は皆火に燃えて動きし者を、されど祖は信ぜずともよし。人よ、ああただこれを信ぜよ、すべて眠りし女、今ぞ目覚めて動くなる。山が動く。明子はこの歌で女性を山に例え、沈黙してきた女性たちに今こそ立ち上がり声を上げるべき時だと呼びかけたのです。平塚雷鳥たち青鞜に集った若き女性たちは、この明子の言葉に励まされ、日本の女性運動の草分けとなっていきました。雑誌「青鞜」が創刊されて、その巻頭に与謝野明子が「山の動く日」というのを発表したのが明治44年のことでございました。その明くる年に明治の時代は終わりますけれども、しかし今日ご紹介した3人、正岡子規、それから夏目漱石、与謝野明子、この3人が生きた明治という時代は、近代化のために国家が国民を一つにしてですね、変革と成長を目指した、そういう時代でございました。そんな時代にこの3人は苦悩をしながらですね、新しい生き方を見つけた。それは個人として生きる、個人として考える、そして自分らしく生きるということでございました。考えていれば、西洋でですね、非常に長い時間の末発見した個人としての生き方、それを明治維新以来ですね、40数年で見つけようと奮闘した彼らの挑戦というのは、我々の想像をはるかに超えた困難さであったに違いありません。考えてみれば、その集団の中に埋没する生き方というのは、生き方としては非常に楽なんですね。隣がやってるからやりましょう、みんながやるからやりましょう、みんなでやれば怖くない、それが社会の風潮ですよ、それが社会の風向きですよ、ということで、そのマスの中に、集団の中に埋没していけば、それは生き方としては簡単かもしれないけれども、それゆえこそなおのことですね、この彼らのメッセージ、つまり、自分で見よう、自分で考えよう、そして自分らしく生きようというこのメッセージは、ずしーんと重く胸に入ってくるなというふうに思いの方が多いのではないでしょうか。さあ、今日の番組の終わりに、この3人の生前の言葉をご紹介したいと思います。この3人の言葉をご紹介しながら今日はお別れです。今夜もご覧いただきありがとうございました。病の床から日本語の革新に挑戦した正岡子規、その子規の最晩年の手紙が残されています。子規の病状悪化を心配した新聞社が、子規の連載「病床六尺」を打ち切ったことに対して掲載の続行を訴えた手紙です。僕の今日の命は病床六尺にあるのです。その中で新聞を開けて病床六尺を見ると、わずかによみがえるのです。今朝新聞を見た時の苦しさ、病床六尺がないので泣き出しました。もしできるなら、少しでも乗せていただいたら命が助かります。子規にとって、自分の目で見て書くことを表現することは生きることそのものでした。子規はこの手紙を書いて4ヶ月後、その短い生涯を閉じます。享年36。
大正3年11月、夏目漱石は大学の講演会で、自分の将来に希望と不安を抱く学生たちにこう語りかけました。もしあなた方のうちで、すでに自力で切り開いた道を持っている方は例外であり、もしそうでないとしたならば、どうしても自分のつるはしで掘り当てるところまで進んでいかなくってはいけないでしょう。ああ、ここに俺の進むべき道があった。ようやく掘り当てた。こういう感動詞を心の底から叫び出されるとき、あなた方は初めて心を休んずることができるのでしょう。大正10年1月、女性の権利拡大の声が日に日に高まっていた頃、与謝野晶子は自らの理想とする女性像についてこう語っています。個人として何か一つの創造的な長所を持っていて、自らそれを楽しむことができる、それが真の人間性に目覚めた人間です。家庭に入って愛と聡明に富んだ妻となり母となる女子も出るでしょう。また学会に、政界に、社会改造運動に活動する女子も出るでしょう。一つの個性に新しい文化的な生活が順当に回転されていくことが私たちの希望なのです。ちょうど100年前、大国帝政ロシアとの日露戦争が勃発。しかし明治政府は当初ロシアとの全面戦争は避けたいと考えていました。そのため政府はある秘策を練ります。その秘策とは一体何か。次回のその時歴史が動いたは、日本海軍育ての親と言われる山本軍兵衛の初公開の資料を交えて、日露開戦までの対ロシア戦略を描きます。